ラヌエバ、グアテマラデラ・アスンシオンは、グアテマラの首都かつ、最大の都市。都市名はスペイン語で、聖母秘正店の新グアテマラを意味するが、通例は、単に、グアテマラと呼ばれ、国名と区別する場合は、市に相当する単語をつけて、シウダでグアテマラとも呼ばれる。日本では、英語名のグアテマラシティと呼ばれるのが、一般的である。 日本国外務省において首都名の表記は、グアテマラ市、または、グアテマラシティ、グアテマラシティもしくは、中黒を入れた、グアテマラシティ等が用いられている。グアテマラシティは、中央アメリカ屈指の世界都市であり、人口は200万人を上回るほどと推定される。グアテマラの中央部の南にある谷に位置しており、時に空気が濃縮され、大気汚染が起こる。 グアテマラシティグアテマラシティは、グアテマラの経済、政治、文化の中心であり、また中央アメリカにおける最大の都市でもある。標高約1500メートルの高原地帯に位置しており、緯度的に熱帯気候に区分される、グアテマラの中では一年を通じて比較的過ごしやすい気候である。市には、国立考古学民族博物館や、ポポルブフ博物館、 国立近代美術館など30を超える美術館と博物館があり、いくつかの優れた先コロンブス期のコレクションが見出される。グアテマラシティには5つの大学があり、その中でもサンカルロス大学はアメリカ大陸で3番が目に古い大学である。グアテマラシティには旧市街と新市街の2つの地区があり、15の行政区に分けられている。旧市街地区の中心は、 ソーナ1、ソーナ3、ソーナ5周辺であり、中央市場やカテドラル、国立劇場などがある。また、隣接するソーナ4には、周辺一帯にバス会社各社の発着場が集中するバスターミナル地区があり、国内各地や周辺国への長距離バスが数多く発着している。新市街地区の中心は、ソーナ9、ソーナ10周辺であり、 政府機関や各国大使館、高級ホテルなどがこの地区に集中している。なお、ソーナな銃は、特に、ソーナビバの愛称でも呼ばれている。欠片の気候区分では、サバナ気候に属する。現在のグアテマラシティは古代マヤ文明の大都市、カミナルフューユのあった場所の近郊に建設された。カミナルフューユの歴史は先古天気中期の2000年前まで、遡り、 メキシコ中央高原のテオテワ間と交易を持っていたことが知られる。カミナルフィュの中心部はグアテマラシティ級市街から少し離れたところに位置していた。1980年代からグアテマラシティの地域は遺跡のあったところにまで拡張した。そしていくつかの場合には遺跡の保護が地域の拡大に追いつかない場合もあった。 神なる冬の中心であった儀式が行われた場所は、現在は、市中であり、公園になっている。スペインの植民地であった時代には、グアテマラシティは、エルカルメンという名の、小さな町であった。この町は1620年に創建され、小さな修道院があった。1773年に、当時のスペイン植民地政府の首都である、アンティグアグアテマラが、地震による、 壊滅的な被害を受けたことに伴い、1775年に、スペイン植民地の中央アメリカの首都は、アンティグア・グアテマラから、グアテマラシティへと遷都された。その結果死が大きく拡大することになったのである。19世紀初頭に、グアテマラ総統府が独立し、ついで中米連邦が結成されると、グアテマラシティは、その第一の首都となった。中米連邦が崩壊し、 グアテマラが独立した主権国家であることを宣伝すると、グアテマラシティは新生グアテマラ共和国の首都となった国家宮殿トランスメトロ。ありがとうございます。